この方、アニメーター界では異端児です、ここでジョン・ラスターさんは CG アニメーションというものにすごい可能性を感じるわけ、っていうのでディズニーを実質クビになるんです。え、クビです。バイダンです。クビのバイダンチャンネルでーす。ラジャーです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。この間コメントでね、はい、まあ、僕が結構さ、キャラクターに対してこう言ったりするじゃん。はいはいはい、はい、誰だやれピーターパンがどうだとか、やらジャスミンのアナがどうだ、アナがどうだとか言ってさ、いわゆるこのいじってるキャラクターを、このコメントでね、もう30行ぐらいこのキャラクターもいじれますとか、はい、このキャラクターもこういう角度があって、はい、こういう角度でいじったら面白いと思いますとか、すごいなんかこういわゆるアドバイスいただいたんですよ。はい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 、ありがたいですよね。私好むんですよ。そうそうそう、はい、余計なお世話やめて、こっちでやるわマジで。違う、コメント欄はコメント欄で、皆さんのだって受ける一方じゃ物足りないところありますから。30は多い、30行は2行でいいわ。別にいいですよ、30行送って。いや、2行でいい、どんどん送ってください。キャラクター名だけでいいし、なんならドナルドダックもおもろいですよとかでいいのよ。なんかこいつはこんなことがあって、こいつとこんな、私も着眼点あって、バイダンの面白いいじりに対抗できますよ、ですよね。お前も毒あるの、それ。フェイベイトバイダンチャンネル、本日の企画がジョン・ラセター。これ知ってるこいつは。というわけで、すげえやつだよなこいつは。ジョン・ラスター、ラセター、ジョン・ラセター、ラセターね、はい、っていう方なんですけど、はい、まあこちらジョン・ラスターさんということで、うん、この人なくしてディズニーはっていうような方、ウォルト・ディズニー以外にもたくさんいらっしゃるわけです、はい、いわゆるアニメーターさん一人を軸に今回はご紹介して、その人がどんなすごいな人なのかをちょっとお伝えしていこうと。これ新コーナーどうやらこれがまあ新コーナーというか、そういややってなかった。キーンもやったじゃん。はい、ただ今回は、うん、いや、みんなが思ってる以上に、うん、化け物です。ラセター。はい、ラセターすごいから、ほんとに先に言います。まあ皆さん知ってる通り、ピクサーの生みの親です。はい、トイストーリーを作り上げた方、はい、でそこからピクサーをほんと支えてきた、はい、ジョン・ラスターさんなんですけども、はい、この方、うん、アニメーター界では異端児です。へ、うん、ちょっとまあ王道とは外れてるんだ、はい、正直言うと異端児ゆえに一旦結構な地獄にいます。へえ、そうなんだ。ただそっからえげつない這い上がり方してくるんです。ほう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 、それを今からご紹介していこうと。なるほど、いうことなんですけども、ジョン・ラスターさんの歴史はいわゆるピクサーの歴史にもなってくるんで、うん、ピクサーのお話を交えながらジョン・ラスターさんのお話ってことなんですけども、はい、そんなに悩むならもうどっちも食べるでいいんじゃない。まあ、ジョン・ラスターさん、もともとまあ、絵を描くこと好きだったんですよね。で、ディズニーのアニメーションの本を読むんですよ、うん、そっからアニメーターっていう仕事あるんだ、うん、っていうところだったりだとか、もともとディズニー好きでじゃあアニメーターになろう、うん、っていうとこからディズニーで働いてたんですよ、うんうんうん、実はもともとお掃除、うん、パークでしてて、そっからジャングルクルーズの船長さん、スキッパーやったりとか、うん、それぐらいディズニーはすごい好きな方だったんですね。そうなんだ、うん、そのような経歴があったんで、さっき言ったカリフォルニア芸術大学っていうところに入学されて、うん、さっきもちらっと出ましたナインオールドメンっていう、うん、ディズニーのもう創設期の白雪を支えたえげつないイケおじたちに指示を仰いでアニメーションというものを学んでいくわけなんですね、うん、じゃあファン上がりなの。ファン上がりは絵を描くこと好きだった、でディズニーにも影響を受けてた。ああ、なるほどね、はい、っていうような方なんですよ。でちなみに宮崎駿さんにも大きな影響を受けてます。宮崎駿すげえなってなってくるんですよ。グレンキーンさんにも与えてます。グレンキーンの時俺触れなかったけど、はい、すげえな駿。はい、はそうすげえっていうような、まあ、ジョン・ラスターさんなんですけども、うん、さっきの大学でいろいろと学んで、うん、ウェル・ボルト・ディズニー・スタジオにディズニーのアニメーションの人として入ってきます、うん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 、っていうところはいろいろ手掛けていくわけなんですよね、うん、途中でトロンっていう映画があるね。聞いたことある、トロン。これが、まあ、いわゆるめっちゃ昔のシュガーラッシュみたいなやつで、うんうんうん、実写と CG の世界を配合させた映画、うん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 、当時としては考えられないものだった。確かにね、その時のアニメーターたちに大きな影響を与えて、うん、そこでジョン・ラスターさんは CG アニメーションというものにすごい可能性を感じるわけ、うん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 、っていうところで僕 CG アニメーションで映画作りたいんですけど、うん、
っていうふうに言い出したところ、ディズニー側から何言ってんの？あれ？っていうのも当時もう世界的にニュースとしてコンピューターに世界が支配されるんじゃないかって言われるぐらいコンピューター自体に恐怖を覚えるの。あ、はいはいはい、だしアニメーターからしたら CG アニメーション作ります、うん、え、俺たち手書きで書いてる人たちじゃあそれクビになるんだよ、うん、っていうような扱いとか受けます、うん、っていうのでディズニーを実質クビになるんです。え、あ、そうなんだ。1回あそこでそれでも何クソ頑張ろうっていうところで一人の人物と出会うんですね、うん、エド・キャットマンさんっていう。エド・キャットマン、はい、っていう相棒を見つけるわけなんです。ああ、いいね。いわゆるジョン・ラスターさんはアニメーター、うん、CG で作ってみたい。エド・キャットマンさんはいわゆる幾何学だったりとか、うん、コンピューターに対してむちゃくちゃ強い人、うんうん、この二人でタッグ組んだら映画作れんじゃね、うん、っていうふうなことから始まってそういうのを葛藤し始めるんですけど、うん、問題直面しますよね、うん、何かっていうと誰も映画作らせてくれない。CG 作る、コンピューターソフト作った、うん、これをどこでどう使えばいいんだ、うん、っていうところで目をつけてくれたのがあのスターウォーズのルーカスフィルムです。はあ、つながってくるね。ピクサーの発端の前に、うん、ピクサースタジオができる前にまずルーカスフィルムでこの CG のアニメーションを使おうっていうようなものが使われるわけね、うん、このルーカスフィルムの中でこの CG の凄さをどん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 進化させていく、うん、でスターウォーズも完成させた、うん、ピクサーのこれがすげえぞってなったタイミングで照り焼きチキンレッグを4つ、じゃあこっから僕たちもともと言ってた映画作ろうと思います、うん、っていうなったところで今度は金銭的な問題、あれ会社作る上でお金がない、うん、ソフトも作れない、どうしよう、うん、ってなったところでもう一人の人物がありますね。ジョン・ラスター、エド・キャットマンに続くもう一人の重要人物、うん、これがスティーブ・ジョブズです。コンピューターに目をつけたスティーブ・ジョブズさんがお金を支援してくれる、うん、そしてこの3人で設立したのがピクサーズ。あ、そうなんだ。ピクサーっていうもともとこのコンピューターソフトを1個の会社として映画のスタジオにしよう、その資金をやってくれたのがこのスティーブ・ジョブズさんで、ここからいわゆるピクサースタジオというものが始まっていきます。その作品で一番最初に作った作品なんだと思います？一番最初に作ったの？はい。でもトイストーリーじゃないの？トイストーリーの前にちょっと短編作ってるんですよ。知ってるもん。絶対知ってます。短編の？はい。あれ、このキャラクター何に出てるやつなんだって言いません？いいや、出てる。はい、あのさ、ニョッキ。正解が一番最初ロゴの愛の上でぴょんぴょん跳ねてる懐中電灯、あれがルクソージュニアっていうピクサースタジオとして最初に作った短編アニメーションです。え、どういうこと？アニメーションってどういうこと？その あれじゃぴょんぴょんって跳ねて、そう、あいつが主人公の短編アニメーションがあるんです。あんの？それがルクソージュニアっていう作品で、へえ。でこれ以外にもいっぱい、それの前にアンドレとウォーリービーっていう作品とかあるんですけど、うん、ピクサースタジオとして最初に世に送り出して、うん、いわゆるこれをピクサースタジオ、こういうの作れますよっていう名刺として出したわけね、うん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 、これがアカデミー賞のノミネートするんです。え、すごくない？ピクサースタジオ CG すげえぞってなってから短編アニメーションたくさん作ったりだとか CM の方に力貸してあげたりとかしてどん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 力をつけていったあたりでついに来ます、あいつらが。はい。ディズニーがジョン・ラスターちょっと一緒に仕事しないって言ってくるんです。いやだな、それは。手のひら返しってことでしょ？手のひら返しですけど、今回ちょっとディズニー側が若干丸く見えますけど、うん、突きつけてきた条件ちょっと厳しめです、うん。30分のテレビ版のアニメーション作ってみて、うん、っていう風に言ってくるわけなんですね。うん、配給としてディズニー側が、うん。っていうので、じゃあどうするどうする考えた結果、もともとティントイっていうのを1個前の短編に出してる。うん、おもちゃが動くアニメーション、これもすごい評価を受けてアカデミー賞を取ったりするんです、うん、でこれがいいからアニメーション作ってみない、ディズニーから声かけられました、うん、じゃあおもちゃを題材にしよう、うん、で生まれたのがトイストーリー。え、トイストーリーって最初そうなの？っていうことなんです。30分だったの？もともと30分予定だったのがこんなんできましたけど、むちゃくちゃすげえじゃん、映画行っちゃおうぜ。へえ、すごいじゃん、ジョン・ラスターすごいな。この間にもむちゃくちゃあったんですよ。もちろんな、はい、じゃあ映画にしようってなったタイミングで向こうから結構な無理難題言われて、でむちゃくちゃむずい、でも言われたから作らなきゃあかんって、こうやって作った作った作った出しました、むちゃくちゃ面白くないんだけど、
うん、もうちょっと話なしにしていくんだよ、まあ、あるわな、そんなこともな、うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、いやもう予算も半分にするし、いいよいいよいいよ、ちょっとだけ待ってくださいで、約2週間ぐらいでストーリーの9割を完成させたんです、うん、今のトイストーリー、うんうん、それをもう一回提出したらこれはすごいってのでトイストーリーが完成しまして、へー、今日レストラン入んのって3回で終わりって感じ、世に出るわけです、実力でもぎ取ったんだ、じゃあもぎ取ったんです、すごいわっていう形で最終的にディズニー側が友好的な買収としてピクサーと友好関係を築いて、なるほどね、そっからピクサーのトップでありディズニー側のアニメーションの監修とかも入ってきます、それがグレンキンさんの時に話した塔の上のラプンツェルです、なるほど、はいはいはい、それ以外にもベイマックスだったりとか塔の上のラプンツェルもそうですし、プリンセスと魔法のキスとか、そのあたりも監修で入ってます、なるほどね、そうなんだ、でもちろんピクサー作品トイストーリー3123のストーリー原案から監督やって、それ以外のやつも制作総指揮という立場でジョン・ラスターさんはずっとピクサーを支えてこられたというような方がジョン・ラスターさんです。でちなみになんですけど、さっき言いました船長さんやってましたことの関係でアトラクションの方もイマジニアさんのアドバイザーさんともやってます。手広いな。ディズニーにまつわるほぼ全てのことをジョン・ラスターさんっていうのは一人でやって、一回見放されたけどそれでも CG アニメーションっていうものを押し上げて帰ってきた人です。そうそう、根っこはディズニー好きなわけだし、そう、うん、ってのがジョン・ラスターさんでございます。なるほどな。だいぶ端折りましたけど、まあまあもちろんな、はい、喋り出したら切れないのは分かります、はい、っていうのがあるんですけど、はい、っていうようなのがジョン・ラスターさんのすごい。なるほどな、はい、ちなみになんですけど、あの学生時代にすでに学生アカデミー賞っていうのを2本取ったりとか、じゃあまあ才能あふれる人物であったんだよ、もともと一番最初に異端児って言ったのが、もう天才すぎるがゆえにも異端児扱いを受けてたわけなんですよね、理解を受けないってことで、そう理解できないってね、ただそれを実現させてみんなが追いついてきてくれてっていうので、ああ素敵、はい、かっこいいわ。で今はピクサーを離れられて、バック・トゥ・ザ・フューチャーとか、うん、そっちの方作ってるスタジオの方に行くと、なるほど、いうような方でございます、ジョン・ラスターさん、なるほど、っていうような素晴らしい、まあ分かってはいるんでしょうけど、これほどまでに苦難を経てそういうようなすごい作品を出したジョン・ラスターさんっていう方なんですよっていう、はい、はい、バズライト、バズのモデルですからね、ああそうだ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 、はい、言ってたね、そうです、トイ・ストーリーの生みの親であり、はい、ピクサーの父であるこのジョン・ラスターさん、皆さんも覚えてください、はい、というわけで今回の動画は以上となります。また明日の場でお会いしましょう。また明日。宮崎駿すごいね。アメリカ版のジブリの映画、うん、あれ全部ジョン・ラスターさんが制作組織やってます。え、なんか素敵だね、はい、憧れてる宮崎駿の映画、はい、それがあるからトトロが出たりしたんです。あー、そうかそうか、あったね、はい、トトロの、そうか、宮崎駿との友好関係があったんでその友情出演が叶ったっていう背景も、何か繋がれるのかジョンと、いや、出たくない、いや出たいけど、そのあれ程度よ、本当にこのチャンネルの動画のどっかにピクサーボール出してていいよぐらい、だからいけて、あ、いけてね、そう、逆逆逆、もうピクサーにピクサー映画に俺らみたいな主人公の映画撮ってほしい、その見た目俺らみたいな、はい、ただね、バイナンを気持ち痩せさせて子供の頃にしたみたいなのが次のピクサー作品です、うん、え、ルカっていう、ルカ、はい、ちょっと南国系の男の子が海での物語として、フェイフェイは出ないの、フェイフェイ出ないです、まあ、フェイフェイはいいか、はい、もうグレンキンの方で主演やってるんで、あ、じゃあいいよ、全然いいよ、じゃあふざけんな、お前似てるだけだから、似てるだけだ、確かにルカだしな、お前いいね、偉人系いいですよ、これ、はい、これバズる、もっとあるんですけどね、もちろんね、